こちら、ヤスケです。はい、では今回は体の開きをチェックするたった一つのセルフチェックポイント、こういったテーマでお伝えしていきたいと思います。はい、先日ですね、公式 LINE の方でこんな質問がありました。まあ、腕の使い方とか下半身の使い方とか体を開きを抑えるため、手投げを防ぐためにいろんなことを意識する必要があるっていうのは分かったんですけど、レッスンさんに見てもらうときは分かるんですけど、自分でやってみるとちょっと本当に合ってるのかどうなのかちょっと分かんないんですよね。自分でチェックするポイントとかってないですか、このような質問をいただきました。なので今回はそのテーマについてこの動画で解説していきたいと思います。まあ、そうですよね、体の腕の使い方とか下半身の使い方、まあ、体を開いてしまうっていうのはなぜ良くないかというと、体が開いてしまうと腕がその分遅れてきてしまうんですね。遅れてきてしまうと、このリリースポイントってここじゃないですか。最終的にここで投げたいのに体が先行って腕が遅れてくると、その分距離が長くなっちゃうんですね。なのでその分戻すためにグッて力を入れて力みにつながってしまったりとか、あと肩肘の痛み、ここでこうやって肩からこう出ちゃうので肩痛みやすいんですね。野球肩、野球肘、まあこう肩がこうやって前に出てきてしまうと、その分前から見た時に肘がこうやって横からこうやって出てきちゃうんですね。体の回し具と肘下がりにもつながりますし、肘が外から出てくるので肘の負担にも変わって、野球肘にもつながってしまう。なので体の開きっていうのは良くないものなんですね。ただ投げるという動作なので、壁を作ってトップを作った状態が体を回してくれば、こうやって肩っていうのを回ってきますよね。だから人によってはやっぱりどのタイミングでその肩がこうやって回ってきてっていうのがちょっとイメージがつきづらいっていう方が結構多いんですね。なのでここでもう簡単にできます。すぐたった一つのチェックポイントについて今回はお伝えしていきたいと思います。でそれが何かというと、軸足の線なんですね。軸足のライン、どういうことかっていうと、体が開いてるかどうか、ちゃんとリリースのポイントに対してしっかりとピンポイントで合ってるのかどうなのか、逆に遅れてしまっている場合ってなってくると、軸足、僕は右投げなんですけど、僕の場合は右足ですね。右投げの人は右足、右足の投げた後の足のライン、地面にできるラインによって体が開いてるのか遅れてるのか、リリースにピンポイントでちゃんとしっかり合ってるのかどうなのかっていうのが分かるんですね。で今回それについてお伝えしていきたいと思います。はい、で今ちょっと書いてみたんですけど、これは軸足ですね。あのこの緑のラインが、まあ野手の場合むしろ一緒に見ていただきたいんですけど、ピッチャーでいうプレートですね。プレートで軸足のここがつま先がついてるところですね。つま先がついてるところから投げた後に、右足のもう地面に残るラインがどのような形になってるかっていったところのラインになります。で、まあ、簡単に言うと、まっすぐ伸びてるのが一番いいですよっていうことです。例えば横にこうやって開いたりとか、一回内側に入ったりとか、まあ、例えばこれ投げた後にちょっと足がこう入ってから開いていく、こう開いてからこう中に内側に入ってから外側に回るような、ちょっとこう入ってからですね、軸足のラインが。あとは純粋にそのまま外にこうやって開いていくパターン、何がこれ良くないかというと、こっちの場合横にこうやってすぐこうやって広がる場合っていうのは、もう体が先に開いちゃってる状態です。体が開いちゃってるので、もうここに対して足がこうやってぐるんってこうやって回ってきちゃうんですね。体が開いちゃってるので、それにつられてこうやって外側に遠心力で足もこうやって外側に振られちゃうんです、腰から一緒に。なのでこのような形のラインを地面につきますね。で反対側の場合は、一回内側に入ってからこっち側に入ってからということで、体が今度回ってない、壁のことを意識しすぎて逆に回転が全然間に合ってない状態です。なので軸足の体重をもう前足に乗せられてない、もうパワーロスしてる状態ですこれは。なので投げた時に軸足残っちゃってるので、体もここで全然回ってないので、こ上半身回ってても腰だけ逆回転しちゃうんですよね、こうやって。なので一旦内側にこうやって入ってからぐるってこういう風に回るような、でも結局体と骨盤下半身の回転が合ってないので、体が先回っちゃいますよね。こっちと一緒です、体が回っちゃうので、それにつられて足が下がこうやってつられてくる。
だからこういう風な軸足のラインを描くんですね、うん、で一番いいのがもうまっすぐ相手に投げる方向に対してまっすぐ足が伸びてない。これなぜかというと、これはリリースの瞬間に骨盤、この下半身もしっかりと同じ方向を向いてるからまっすぐこうやって前に行くんですね。若干ちょっと例えばこう向いてて腰がちょっとこうやって遅れてたら上司回るじゃないですか。その後振られて横に広がるんですね。とか遅れてくる、逆にちょっと内が入っちゃうとか、開きすぎちゃうともう外に回るしかない。この胴体の部分、胸の部分と 腰ですね、特に右利きだったら右の腰がしっかりと一緒にこうやって回って投げられてて、しっかり押し込めてれば前すぐ伸びるんですね。だからプロのめちゃくちゃ上手なピッチャーとかっていうのは、前以前ですね、山本由伸とかもしっかりと相手の方向に体がしっかりと向いて、そこに力をしっかりと向けられてるので、こういうまっすぐなラインになってくるんですね、うん、プロの選手とかもめっちゃ綺麗です、なかなかテレビとかプロ野球の試合とかでは映ってこない部分ではあるんですけど、ここがめちゃくちゃ綺麗なんですよね、だから体の回転、上半身の回転と下半身の回転が一致して動いてるかどうかっていうのがこれでチェックできます。体が開いてるのかどうなのか、下半身と上半身が連動してないか、連動してない状態だとこういうような足の軌道になるんですね、なので、自分がどうなのか、実際に、壁とか意識した状態でそれが実際に体の開きを抑えられてるのか、上半身と下半身がしっかり連動して投げられてるのかっていうのはここでチェックができます、僕に動画を送っていただいてそれで見ることももちろん可能です。そっちの方が間違いはないんですけども、自分でチェックする、セルフチェックするときにはこのような形で自分の足の軌道がこれ投げた後にこうやって見てみてどうなってるのかな、しっかりまっすぐのラインにピッて相手の方に向かってるのかなっていうのをしっかりと確かめていただいて、自分の動作が合ってるのかどうなのか、今後のねチェックポイント修正箇所がどうなのかっていうのを確かめていただけたらと思います。でも、ね、やっぱりどうしてもこれやってても NG とか合ってない、でも結局どこから意識したらいいのかってちょっと分かんなくなることもあると思います。そのような場合は動画概要欄ですね、この下の動画概要欄の方に僕の公式 LINE の URL を貼り付けてあります。そこに連絡いただければ動作を見させていただいて、もうちょっとこうした方がいいですよ、こういう練習法をしたらいいですよって、個別の動画ですとかテキストをお渡ししています。また合わせですね、こちらのテキストの方も無料で配布しております。これは無料ですね、僕が配布している理由としては、僕は将来ですね、イプス国専門の直接指導の教室を作りたいと、立ち上げたいと思っているからですね。ただ、そのためには、僕の指導実績、信用していただくための指導実績っていうものが必要になります。なので、公式 LINE で無料でアドバイスをさせていただく代わりに、僕の指導実績を積ませていただいております。現在ですね、公式 LINE の方は1900人ほど、お前追加していただいております。なので、あなたもですね、ぜひ気軽に、スタンプ1個でいいので押していただければ、僕の方でアドバイスさせていただくので、公式 LINE の方にもご連絡をください。はい。このチャンネルはですね、イプス克服、早急難改善、コントロールアップ、こういったテーマについて、練習方法だったりとか、その投げ方の理論だったりとか、そういった細かいことを、医療的にですね、専門的な内容をできるだけわかりやすく配信しております。明日以降もですね、毎日配信していきますので、まだチャンネル登録してないよって方に関しては、今のうちにチャンネル登録の方をご協力お願いします。チャンネル登録していただきますと、あなたに通知がですね、行くようになるのと、あとは僕のモチベーションも上がります。僕も動画編集ですね、結構、時間かかるんですね、意外と時間かかるの、仕事合間でちょっとやっているので、ぜひですね、チャンネル登録していただいて、僕からどんどんいい情報をですね、引き出していっていただけたらと思います。知りたい内容とかコメントとかに残していただけると、そこも扱わせていただくので、ぜひコメントもお願いします。はい。ではですね、また明日動画でお会いしましょう。はい。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。